六本木駅は東京都港区にある東京地下鉄東京都交通局の駅である。所在地は東京メトロが六本木六丁目、東京都交通局が赤坂九丁目となっている。東京メトロの日比谷線と都営地下鉄の大江戸線が乗り入れている。駅番号は日比谷線が H04、大江戸線が E23 である。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札は地下1階、ホームは地下2階にある。大江戸線開業時に混雑が予想されたため、コンコースとホームの拡幅を行った。広尾駅との間に留置線があり、平日朝ら主時に北千住方面から当駅終着となる列車が設定されている。当駅終着の列車は乗客の降車終了後に、 中目黒方向に発車して留置線に入庫する西川改札前は周辺に真上にある六本木通りをまたぐ施設がないため六本木通り南北の往来に利用する人が多い当駅は霞ヶ関駅、つとむ関区六本木地域として近隣の駅を管理している乗り場発車メロディ2020年2月7日よりスイッチ制作の発車メロディを使用している曲は一番線が セレンディピティ2番線がパティオである。改札内設備直営駅。短式ホーム1面1線が2層構造になった2面2線の地下駅である。改札は地下1階、ホームは地下5階と地下7階にある。駅名評価部には東京ミッドタウン前のプレートが設置されており、到着時の車内広告放送でも東京ミッドタウン前ですと案内される。ただし、 近隣の国立競技場駅、大門駅のような副駅名扱いではなく、船内路線図には掲載されていない。当駅は、四神円駅シールド工法によって建設された。二層構造になった理由は、麻布方面の線形を考慮した結果である。そのため、下部の内回りホームは、日本の地下鉄の鉄道駅では、最新となる地下42.3メートルに立地している。 上部の外回りホームは地下32.8メートルである。東京都交通局の資料において駅の深さとは駅中心位置の地表からホーム面までの距離を示す。5.6番出入り口は東京都交通局が建設しており、裏側に観楽器の管の形状がデザインされている。7番出入り口も東京都交通局が建設して大江戸線専用となっていたが、 2007年3月30日に東京ミッドタウンが開業した際に日比谷線改札口と大江戸線改札口を連絡する地下自由通路と8番出口の新設により強用され改築された。なお、東京ミッドタウン建設前は7番出口の近くに公衆トイレが設置されていた。乗り場改札内設備近年の1日平均乗降人員の推移は下標の通り。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。六本木駅前六本木交差点北六本木7丁目、六本木駐車区出店。ありがとうございます。